はいどうも、伊藤 D です。ちょっとね、投稿間隔が空いてしまい、誠に申し訳ありません。ちょっと生放送中にも言ったんですけど、風邪で喉やられてね、今もちょっとガラガラ来てるんですけど、ちょっと喋れなくてあまり、はい。で、ちょっと休んでました。はい、ちょっとね、間空いてしまったんですが、早速、今回パート25ですね。はい、25まで来ました。やっていきたいと思います。今回、まずですね、2体のモンスターをちょっと先に進化させようと思います。はい。で、まず1体目ですね。この方、オーロラドラゴン。こちらの方をちょっと進化させたいと思います。はい。進化に必要なモンスターがチームに含まれてたの、ああ、チームに行ったらダメって感じか。はいはいはい。はいはいはい。そういう感じで。こいつをしたら外せって話か。はい、これで、進化できるということですね。はい、行きます。どんな感じなんだ。はい、おお、かっこいい。またいいね。はい、名前、おお、クリスタルオーロラドラゴンになりましたと。はい、よし。で、もう一体が、もう前回出てくれた空気ぶち壊し職人シャイタン様、空気ぶち壊し職人のシャイタン様をちょっと進化させたいと思います。でもね、これなんだかんだ言ってこのモンスター使えると思うんですよね。木属性相手にすごいいいとは思うんですけどね。無効化できたりとかするし。はい、おお、かっこいい。あ、ちょっと待って、これ闇増えてる、もしかして。はい、光と炎の精霊シャイタン。あ、いや、あくまで火なんだ。あくまで火だね。で、あ、でも悪魔タイプ入ってる。へえ。で、スキルは変わらないと。多分もうこれで進化はしないだろうな。多分しないでしょうね。よし。てな感じで、まず進化させつつ、で、このレアガチャの方も、期間がもう明日までということで、今日中にちょっと、ね、前回のリベンジがしたいんですよ。だけど今ちょっと魔法石が3つなんで、ちょっとここでこのテクニカルダンジョンをちょっと2ダンジョン分カット多用で、クリアして、魔法石を無理やり5貯めての、ガチャといきたいと思います。はい、そんな感じでお付き合いしていただければ嬉しいですと。光属性だから相手が、どうすかな。ロキさん使って、 あとそう、皆さん本当にね、本当に謝りたい、本当に謝りたい。あのね、前々回に、てか前々前回か前々回にね、相棒をパーティーに入れなくて、自分がすいませんでしたって、今度から気をつけますって言った矢先に、もう一回その相棒を外すっていうね、本当にね、本当に、なんだろう、あのね、普段収録外の時にプレイするとき、あんまりね、相棒入れてないんですよ相棒入れてなくてね、ちょっとその癖がね、やっぱ出ちゃってるのが怖いっていうことなんで、あのね、自分もさすがにね、一度ね、注意するって言ってできなかったっていうことは本当にちょっと自分でも悔しいので、ちょっと今後もしやったらペナルティーつけます、自分の中に。自分別にあのね、無課金だとかは言ってないんで、無課金プレイヤーでなるとは言ってないんで、ちょっと今後相棒を外すごとに魔法石1個ずつ買いたいと思いますペナルティーでちょっとね、いや、自分もそれぐらいしないといけないなって思いました。ちょっとね、なんで今後相棒を一度でも外したら、その度に魔法石1個買っていきます。いやーね、本当にね、自分のね脳みそのスペック OS がね、ちょっとねOS がひどすぎて、ちょっとクワッドコアにしてほしいわ、クワッドコアに。はい、いやー、でもだんだんこれまたちょっと皆さんすいません、喉がイガイガしてきました。やばいなこれ。
いけると思ったんだけどな今日。喉痛い、喉痛い、喉痛いな。あとこの前ね、4月9日のニコニコ生放送に、見に来てくれた皆様本当にありがとうございます。合計で250人ですね、250人以上でコメントが1時間で500ぐらいっていう、かなり自分の中でも想像してなかった人数が来てくれて本当に盛り上がりましたし楽しかったです。はい。でこの動画内ではその生放送の説明でこうパズドラできないんですけどっていう説明をしたんですけど、一応ね放送内ではタイムシフトとか見てもらえばわかると思うんですけど、このね、なんだろう、ちょっと雑なやり方で、強引なやり方で、前回はパズドラをしてみました。はい。で、視聴者の皆さんと一緒にダンジョンクリアを目指したんですけど、まあ、失敗に終わったんですけど、はい。あっ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと攻撃をやめろ、攻撃を。攻撃をやめろ、まだまだ、よしよしよし、皆さん来た。あれ、相棒いつの間に子供産んでたの。おい相棒、相棒、相棒がいっぱいいる。ちょっと待って、これは何、トムグ、トモ食い的な、トモ食い的な感じになっちゃうぞ。あー、相棒、俺はどっち応援すればいいんだこれ。俺はどっち応援すればいいんだ。あそっか、いや、なんとなく予想はできてました。ね、このテクニカルダンジョンの4回5回っていうか、なんだろう、4つ目5つ目ぐらいがガング竜が出てきてたんで、まさかと思ってたんですけど、うわー、フェリオ、やっぱ可愛いな、フェリオ。はい、フェリオいいな、やっぱり。でもな、こんな形で敵として現れてほしくなかったな。あー、攻撃すんのがちょっとかわいそう。でもここでヘルボールを打つ、よし。ちょっとフェアリオンか、フェアリオン、相棒勝負だ。どっちが相棒使いか、ここではっきりさせようぜ。よし、長引かしたくない、長引かしたくない。よし、ここでしたらもう使っちゃおう。さらにこいつもあったな。よし、 OK、 これで決める。あ、これで OK、 よーし、よーし、決まった。相棒ジャーナ、お前のことは忘れない、懐かしい顔をありがとう。よーし、クリア、よしよしよし。相棒がね、相棒がやっぱね、相棒は相棒を超えていかないと、先へどんどんね進んでいきましょうよ。もうね、ちょっとね、風でね、何言ってるかちょっと分かんないところもあるけど風でテンションが上がりきらないっていうね、のが今分かりました。はい、もうちょっとテンション上がるかなと思ったけど上がりません。やばいね。どうすかな、どうすかな、これ情報、あー、 HP はそこまでいらない。よし、もう一回ロキさん使って、よし、こんな感じでテンポよくいきます。君に見せたくて、そう
逃げてるだけだ。なめられっぱなし、確かに悔しいから、果てないこの夢を守ってスピードを加速しながら、そんなてっぺんへ駆け上れ。自分に負けたくないでしょ、カッコつけてもいいじゃない、ホール日の未来探そう。でそろそろか、そろそろ来た、よし来い、来たな来たな、もう予想はできてたよ、相棒だが、お前は相棒ではない。お前は相棒ではない、俺の相棒が相棒であって、お前は相棒だけど相棒ではない。はい、ちょっとね、あのおかしくなっちゃってるけど、はい、ヘルボール、ここでね、もう一気に勝負をつける。よし、一気に潰せ、いけ相棒、きた。一旦やっぱね、俺の相棒じゃないと、エンジェリオンは俺のエンジェリオンだけで十分なんだよ。はい、二匹もいらない相棒は。さて、てな感じで魔法石1個ゲット しての残りスタミナが28。あーダメだな、ちょっとね、ここで1回収録を止めて、でちょっとスタミナが回復次第、最後の次なんだこれ、何これ、酔い闇っていうかね、思ったんですよ、なんかこれ難しい漢字多く使ってません。なんかいや、もう自分がね、もうね、漢検も受けてないで、漢検も受けてないんで、5級も受けてないんで、うん、っていうのもあるんですけど、なんか難しい漢字多い。もうね、このダンジョンをクリアできるスタミナがたまり次第、ちょっともう一回収録を再度取り直して、どうすっかな、もう最後のこのダンジョンの最後のとこから収録再開する形にしますか。はい、で、皆さんとお会いして、その後クリアしてのガチャで、はい、行きたいと思います。じゃあここで、大胆大幅カット。よっしゃー、戻ってきた、てか戻ってきたじゃねえか、よし、やっと来ました。こいつを倒せば魔法石1個手に入りますと。そしてですね、すいません視聴者の皆さん、本当に言い訳をまず先に、気づいてたんです。気づいてたんです本当に。あのね、見ていただければ分かりますよ、相棒がいないんです。はい、いやね、本当に選んだ瞬間にはもう気づいたんです。だけど行った瞬間にもうダンジョン始まるじゃないですか、もうね、自分の鳥頭にちょっと自分もちょっとその時に慣れてしまって、もうね、これはね、もう罰を受けるしかないということで、おとなしく、次回に、次回、魔法石買います。いやー申し訳ない、本当にね、そんな気はなかったんだよ、外そうなんて気は。ただもううっかりっていうか、くっそ、しかも今スキルの順番間違えたしさ、くっそー、違うんよ、そうじゃなかったんだよ。はあ、これでよし、せめてね、あとはレアガチャ引いてアポロン出して終わらせましょう。はい、もうそれだけです。いっけ、あー一撃ではいかない、だが結構もう十分、あとはいけるでしょう。いやマジで悔しいな、
相棒いてもいなくてもさほどね、あのラファエルのところに入れればさほど変わんねえのに、なぜ入れなかった俺。よし倒した、 OK。 とりあえずここは成功と、ダンジョンクリア。はあよしよしよし、はい、魔法石5個貯まりました。はい、いきますか。ここはパート25最後の締めです。レアガチャアポロン、アポロン、俺は引けると思ってる、うん、前回と違って今は引ける気がする。皆さんも念じてください。アポロン来いと、アポロン来い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 、行きます。じゃっじゃっつくくく来い、えっつっ、おお、なになになに、あ、なに、アポロンじゃないけど、アポロンじゃないけど、なにこれ、シェンロン、シェンロン光、よし、よっしゃ、オッケー、いいでしょう、いいでしょう。味方の 光属性のモンスターの攻撃力が2倍、いいいいいい、来た、アポロンじゃないけど来た、なんかしゃ、これはいいでしょう、これは当たりですよね多分、はい、よし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 、いい締め、いい締め、よし、はい、皆さん僕の引きはまだ終わっちゃいないっぽいっす。はい、よし、ここで、次回は、さっきのペナルティーとして、よし、ロレツを直そう、ロレツをまず、よし、はい、ね、まず、魔法石をペナルティーで1個購入したところから、次回この続きですね、やっていきたいと思います。あと、この間、生放送見れなかった方のために、タイムシフトは残してますので、ぜひご視聴ください。あと、生放送はこれからも、できる限り毎週のように、やっていきたいと思ってますので、この動画なり、Twitter と、コミュニティでいろいろ告知そこら辺していきますので、ぜひ、そちらの方を見てですね、生放送も、来ていただければ嬉しいです。はいはい、緊張した、興奮冷めやらぬ、 OK、 はい、ということで、コンパート25ここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。これ一番25一番神回だった気がする。よし、はい、終わります締まらねえ